の、キノコカレーというものですね。北海道産のタモギ石、雪の下、ナメコを使用し、4種類の風味豊かな北海道産のキノコをカレーソースで煮込みます。で、キノコ風味とコクの広がるカレーですということで、まあ、こんなようなものですね。が誕生いたしました。ではね、食べてみたいかなと思います。いただきたいと思いますね。確かにキノコ風味で、ちゃんとキノコの味が入ってます。これキノコだと思うんですけども、確かにこうきちんとしたキノコの味わいでですね、確かになかなか美味しく仕上がってるんですね。まあキノコをカレーにしたのってどうなのって最初思ったんですけども、まあ意外と食べると面白い味で、それならば、良い感じがします。ただまあキノコですので、キノコ独特な味はしますけども、まあそれが嫌だって人にはちょっと苦手かもしれませんね。だから、面白い発想といえば面白い発想ですよ。北海道産のキノコをね、使用していて、で、食べた感じは美味しくてね、なかなかのいい味わいだし、キノコの味わいとうまさがあって、なかなかの いい味わいを出していて、良い美味しさだなと思いますね。だからこれキノコだからコリコリしてますけどね。でも甘みがありますよ。甘みがあるんで、なかなか面白い味だなっていう感じです。どうもありがとうございました。